千葉県立慶養工業高等学校は、千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目に所在する、公立の工業高等学校。2010年に創立50周年を迎えた。昭和平成第1回公演、黒木智弘氏による、公演、演題、今頑張れ今頑張らずにいつ頑張る。第2回公演、水谷治氏による、公演、演題、夜回り先生審の授業。 高知総面積51.75192平方メートル校舎敷地31.4843平方メートル運動場20.26762平方メートル施設上記は2010年現在運動系文化系同好会2018年3月7日試験内容一部漏洩後期選抜の合格発表があった千葉県の公立高校の 入学者選抜をめぐり、県立慶応工業高校の男性教諭が県内の公立中学校教諭に対し、検査内容の一部を漏らしていた。この教諭を停職3ヶ月の処分にしたと発表した。県教諭によると、男性教諭は2月13、14日に行われた公立校の前期選抜で、面接試験の設問を中学教諭に漏らした。男性教諭は、 同校の野球部顧問をしており、自分の目をつけた特定の中学生について入学して欲しかったとして、中学生が通う中学校に対し電話をかけたことなど、事実関係を認めている。この件に関して、日本学生野球協会は、慶応校の監督を3月7日から2年間の禁止処分を決定した。ありがとうございます。